あなたは YouTube でどのぐらい教えていますか？1週間。最初はマリオカートの個人杯に応募したのでしたわね。さよう。でもうまくいかなかったのね。ご覧の通り。先日のマリオカート個人杯、実に楽しかった。結果は惨敗であったが、楽しめたのでまあよしとしよう。それに際して今回は少し趣向を変えようと思う。我が輩のマリオカートレート現在1000とかなり少ない。なので今回はこのレースを最後に魔法を使って一気にレートを上げたいと思う。5日間にわたりマリオカートの講義を続けてきたが、実にやりやすく楽しいものだった。これからはステップアップしてさらにハイレベルな動画を撮れるよう期待してもらいたい。現在我が輩が上げられるレートの数は9000までだ。それ以降は制約がかかり、魔法省が許してくれないだろう。何よりマグルたちにチートだと疑われてしまう。レート上げの魔法の解説をしようではないか。この魔法は扱いが難しい。時間軸を操作する魔法なのだが、ルートをある一定まで上げると別の時間軸に変わってしまう。つまり我が輩が今レースをしているこのレートは過去の時間軸に置き去りにされてしまう。置き去りにされた時間軸はまたいつでも戻ってくることができる。それに際し我が輩はこの時間軸で他のことをする予定だ。なので講義のバリエーションが増える予定ではある。レートを上げた時間軸ではこれまで通り同じ配信を続けていこう。さて解説が終わったところで、そろそろ魔法の準備に取り掛かろう。まだ少々名残惜しいが、いつでも帰ってこれるので遠慮なく使わせてもらおう。それでは、いとならって、いとなとおる。少々飛びすぎてしまったが、まあよかろう。それでは気を取り直してやっていこう。 150cc のヨッシーサーキットだ。レートは違えどやることは同じだ。スタートダッシュを決め、まずはコインを回収していく。大規模個人杯の時は打開を少々遠ざけていた。しかしそれでは一向に勝てないので、これからは打開をメインにやっていこうではないか。ここからは魔法のアシストはもらえない。自力でレートを上げていかなければいけないので、自力で4万レートを目指そうと思う。さて、木野さんスターを持ちつつ前方に上がっていく。前方はまだ段階になっているので追いつく余地は十分にある。キノコでショートカットを決めて、被弾をなるべく避けつつラインを調整し、1位に躍り出る。風をもらって2スコを決め、1位で木の位置とスターを保持している。ここまで来たら
サンダーを少々警戒するのもいいだろう。だが大規模個人杯の時はそのサンダーを期待したが一向に降らなかった。なのでサンダーには寛容になろう。ここで1位を潰すためにスターを交換して赤コーラとボムヘか、悪くはない。赤コーラがスルーしていき、トゲが来たか引かれないようにラインをずらしつつダブル防御を獲得し1位に出る。ショートカットがいなければ我が輩の1位フィニッシュだ。さてこんな感じで1万レート帯でも今後も動画講義解説をしていく。レート1000の時間軸の動画はまた後日説明する。